勝手に今週の福山大学、どうも倉木さんでございます。はい、ね、実験週間が終わった後、学生にチップを詰めさせたら、とんでもねえ箱の量になりました。はい、ここはね、学生のいる、ね、大学のいいところですよね。なんかもう学生がラボの整備ということで進んでこういう整備をやってくれる。何せね、この8連のピペッターとか使ってるとさ、この箱が2箱ぐらい一瞬で消えるんだよね。実験ってほんまに罪深いぐらいにプラスチックゴミ出しますわ。まあ、産業廃棄物だからちゃんとこのプラスチックゴミは処理されているんでしょうけれども、まあなかなかこうやってね、チップの箱のタワーができてしまうという、そんな実験の風景でございました。さて、まあこれもうね5時前なんだけれども、もうだいぶ暗くなったね、本当にね。そんな11月の半ばになんでお前半袖なんだよって言われそうだけど、いやまだ半袖でいいんじゃない、なんかそう思うんだけどね。で、校内がなんか焦げ臭いななんて思ったら、この辺まだ野焼きやってんのかね、本当にね。野焼きって今やっていいの知らないけどさ、なんかだいぶ学校内が焦げ臭くなるんだよね、この周辺のね田園風景で野焼きやってるとね。はい、ということで、まあいつもの枯山水の四季の日だまりでございますけれども、ここも秋の風景でございます。これはなんだっけ、道断ツツジだっけね、道断ツツジがもう真っ赤にね、まさに燃えているという言葉がね、まさにぴったりなぐらいに紅葉してるんだけれどもね。さて、でちょっと校内の様子を見ていただきたいんだけれども、なんと校内のところにクレーンが立っておりますね。はい、未来創造館もうぶっ壊すのって思ったら、まあそんなことはなくてですね、未来創造館はここでその横にクレーンが立ってるんだけれども、なんだっけな、ものづくり会館だっけ、なんかまた新しい建物を建て始めたらしくて、まあその工事のね、が始まってるんですよね。はい、見ればわかりますけども、道のど真ん中をこの工事のフェンスがね塞いでるんだよね。はい、でその福山大学の大動脈とも言えるようなこの部分の横にね、また新しい建物を建て始めてるとい う、なんかこう新しい建物が建つってるとなんかワクワクするよね。どんな建物が建つんでしょうか。私がね、まだ福山大学に1年後いたら、ぜひね、その様子をご覧いただきたいというのはね、この建物が建つのがもうたっぷりまるっとあと半年はかかるっていうんでね。でめんどくさいのが、あと半年この道路封鎖されてるらしいんだよね。いや正直さ、尾道側から来てる人間にとってはさ、ここ封鎖されるとさ、大きく福山側にぐるっと回り込まなきゃいけないのよ。だからすっげえめんどくさいのよ、この工事早く終わってほしいのよ。はい、またこういうこと言うとね、怒られてしまいますけれども、まあ、そんな感じで、どんな建物が建つのか楽しみにしながら、毎日遠回りを強いられてる倉木さんなのでございました。ご視聴ありがとうございました。